どうも、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは、三里駅ナンバーワンマンション、ザ・パークハウス三里のモデルルームでございます。今回ですね、特別に撮影許可をいただきましたので、作徒ではありますけども、モデルルームの方もですね、動画にて共有できればと思います。 まずモデルルームタイプですがフルモデルが D タイプ 3LDK、71.92平米、ほぼ72平米になりますねで。こちらですね、リビング側のですね、バルコニーのところの柱が外に出ているというのは、これはよくですね、あるところなんですけども、こちらのマンションですね、中条区の方でも共用廊下側、柱外に出してくれています。 同じの方もも多いいかと思いますけども柱が食い込んでいた場合その食い込んでいる柱も含めての占有面積表記というところになりますので今回は71.92平米ですねふるふる使えると2000年代前半によく見かけた玄関前ポーチみたいな感じではないんですけども柱外に出してるっていうところもありまして玄関前も比較的ですねゆとりが。 あります結構ここがもうまっ平らになっちゃうマンションもありますのでここはですね大きく評価していけるポイントになってくるのと今回価格なんですけども、まあ、70平米ぐらいで5000万円前後と5000万円を切ってくる部屋でも条件がいいとこちらの D タイプに関してはまだ予定ではあるんですけども10回以下であれば5000万円をですね切ってきますで上の方に行ってもですね5000万円ちょっとと いうところでその価格帯のマンションとしてっていう目線で中をですね見ていきたいと思いますもちろん坪単価4005006001000とか見てる人からすれば気になるところは、まあ、結構出てくるとは思うんですけども比較するのであればやはり似たような単価でしてあげないとっていうところで今回は条件いいですね部屋そして占有面積70平米を超えていって。 5000万円前後で買えるマンションとしてどうかっていう目線でですね語っていきたいと思いますまず玄関前のカメラ付きインターホンっていうのはないですなので玄関前に来た際に顔を確認したい際はこのですねドアスコープからのく形となります今のマンションですと坪単価200万円台だと付いているマンションの方が少ないです ただ今回可動式ルーバー面越ししっかりついてますこれこの単価体だと結構ついてないところ多くなってきますそれではお邪魔させていただきます失礼をいたしますまず玄関収納ですねしっかりとですね可動棚っていうのはもちろん底板も取れますのでまあ大きいベリカタはちょっと難しくはなってくるかと思いますけども この入るサイズでですね工夫ができるというと底板が結構外れないマンションもあるのでそうなってくるともう工夫もないもなくなってくるんですけども底板が外れるっていうところはこれ非常にですね済んだと便利と感じることが多いはずです日地的なのもいいですよねさっ早速リビングの方に行きたいと思います今回ディスポーザーついてます食洗機ついてますソフトクローズはあります ただソフトクローズの話でちょっと惜しいと感じたところ今回引き戸しっかりと上ずりになってます下に溝がないので見た目もいいですしゴミもたまりにくいので掃除がしやすいとただ残念ながらですねこちら扉に関してはソフトクローズがなかったですここつけてくれるとより嬉しいかなと思うんですがまあこの単価型になってくるとついてない物件の方が多いっていうのも事実ではあります 単価帯からするとですね水回り、非常にですねスペック、高く感じてくるマンションになっていまして、リビングに関しても、ですね隣の洋室、ウォールドアが完全ハイタイプで、上ぞりになっております、これも大きいですね、垂れ壁がですねないっていうのと、下レールでもないと、なので、開放するとしっかりともうリビングとして使えると。 まあ、こっちの窓面のところはですね残ってはしまうんですけどもサッシは続いてますので連続性は非常に感じられるものとなっていますで細かいポイントですが難度の中にコンセントありますこれありがたいんですよね難度の中にコンセントないマンション結構あるんですよね難度の中でコードレスの掃除機とか充電したいじゃないですかこれありがたいですねリビングの扉はですねドアキャッチャーになってます 他の部屋はキノコです今回びっくりしたのがこれ今の時代で5000万弱で全然いい部屋70平米が買えるマンションですよこれマジで頑張ってますよねこれ標準ですトイレ手洗い機にローシルエットの卵型のトイレです収納もかっこいいものになってますいやこれは頑張ってますよね この単価帯だと古めかしいタンク式なんかも全然ありますからねこれはかなりこだわってますよこれはすごいです洗面室に関してはここ注目ですコンセントまあここに2口あるのはよくある話なんですが奥側にも2口ありますこれ本当ありがたいんですよね ごご検討されるマンンションまたご自宅いかかがでしょうか洗面のコンセントは2口だけですなんていうところも結構多いんですよねそんな中でこの中っ側に2口あると便利なんですよ奥っ側で充電しておくものをですねつないでおくなどできますので,で、まあ、ここは好み分かれるところですけども、まあ、見た目重視であればもちろんモザイクタイルっていうところになってきますけどもこれは実用性っていうところで放浪にしてマグネットのものがですねつくようにしてくれています このコンセント4口は澄んだ後に本当に便利に感じるところです。浴室ですね、この単価帯でもミストサウナついてますし、ダウンライトです。浴室乾燥のタオルが1本っていうところと、全面パネルでないっていうところは、まあやや単価帯なものをですね、感じる部分ではあるんですけども、浴室扉ですね、タオルダブルバーです。 結構最近単価低いマンションだともうタオルバーなしですなんてとこがありますのでこれは非常に頑張っていますね共用廊下側の洋室も柱出してるのでこうベッド置いた時にですねサイドボードだったりとかドレッサー置いてもですねゆとりがあるとで子供部屋想定のですね部屋に関しても、まあ、これはモデルルームなのでベッドはちっちゃいの置いてますけども 柱ですね外に出ているので家具配置もですね比較的ゆとりが出やすいと収納の中は免罪等気を使っているわけではないですが、まあ、この辺りはそんなに気にならないかなと思います今回構造は自家床になりますでこのモデルの部屋は基本点2450の差し高が1900っていうところではあるんですけども下がり天井がですね出にくい工法にしてくれているので お世辞には基本点がそんなに高いっていうほどではないですし、差し高も高いっていうほどではないんですけども、この画面上からも伝わるんじゃないかなと思うんですけども、結構広く感じるんじゃないかなと思います、それは窓が横に続いてるっていうところと、やはり横が下がってないっていうですね、恩恵は非常に大きいと。そしてそしてそして、今回は坪単価200前半のマンションですよ。しっかり しっかりとバルコニーのですね、リ輪行境スラブとスラブになっていますここの手すりがですねもうちょっと透けないものになるのかもっと透けるものになるのかっていうのは回数によって変わってきますなのでリビングに座って眺望を楽しみたいっていうところであれば上の方に行けば行くほど透けていく感じになりますのでそこは好みで選んだわけですね逆に透けるっていうところは外から見えるっていうところですのでそれがあればまあ濃い方を選ぶと 私はどちらかというと、こう、座った時にも、外のですね、眺望を楽しめる、このバルコニーガラス、手すりの透け具合が好きですね。まあ、もっと透けててもいいかなって思います、ね。これより透けてる回もあります。でこちら、リビングの収納になるんですけども、まあ、ここちょっと段差があるので、ここにお掃除ロボットっては難しくはなってくるんですけども、この中にもコンセントがあります。なので、単価帯からしたら、これ結構頑張ってる方ですね。 特に水回りがテンション上げさせてくれるものになっていますやっぱうるさい男なんでここが気になるのはここはやっぱここもああやっここがまたですねこれソフトクローゼンするのでいくら変わってくるんですかねあと洗面革もソフトクローゼンではないです まだ正直この単価だとそういうちょっと細かい部分っていうのはどうしても気になってくるんですけどもその細かく気になってくる部分が非常に少なくてむしろテンションを上げさせてくれるところが多いっていうのは確かに私もこの単価のマンションを今家族見てきてますけども結構うーんうーんってなることが多い中で今回は頑張ってる方ではありますただもちろんつぼ300400500の方がするとこの動画を見てうんうんうんって感じた部分もあるかと思うんですけども逆にこの単価対をいくつか比較 している方からするといいっていうところが気づいていただけるんじゃないかなと思いますしかしこの短歌体でここまで頑張れるもんなんですね今回ミサトとエリ立地が良くてミサトナンバーマンションですからねで続いてはハーフモデルになるんですけども F タイプですねもともとは 3LDK の74.20平米でそこのですねリビングの部分を再現している形になりますでこっちはかなり改造しておりますね 宝カラレイベンかっていう、<laughs> 西書さんの公営物件ではなかなか磨けないです、す逃げえテンション上がるものです。でも、三里ナンバーワンマンションなので、まあおそらく三里の富裕層の方も全然来るはずですので、そういった方からすると、このモデルかなり刺さると思いますね。その、ファミリーファミリーの方だと、まあ先ほどの部屋の方がなるかと思うんですけども、やっぱアッパー層の方だと、こういうのテンション上がりますよね。アトモスウィンドウが設置されてますね。 いや、これはいいっすよね。<laughs> いいですよもうミサト。ここだけ見ると全然ミサト感はないんですけど、いい意味で。これはなかなか凝ってて、面白いなと思いますね。これ三里の富裕層の方結構これにしたいよなんて言いそうっすよね。で、この部屋は天井高が2550で、差子高も10センチ上がって2000になっています。 もちろん、こっちはこっちで最高なんですけども、私としてはもうさっきの全然ノーマルタイプ、まあ、あの、先ほどのノーマルタイプももちろんモデルルームなので、初期棚とか一部足してる部分とか、あとは、免罪部分ですね、多少こう、尖ってる部分はありますけども、先ほどのノーマルタイプで結構なんかもう十分だなという風うには感じます。まあ、もちろん、お金ゆとりある方は、こっちなんか気に入るかとは思うんですが、こちらカラーセレクトのコーナーで、先ほどのノーマルモデルの方もちょっと、 こちらですね。凝ったものにしてましたけど、まあ一般的な方も選びます。まあ、モデルルームなので、あえてですね、印象に残るようなものにしていますけども、これね、普通のものもあります。今回なんかノーマルでも、あ、この単価でこれだけいい仕様なんだって思わせてくれるのがいいっすよね。